エルヒーペペと二人で出てり合ってさ、今夜に生きる喜び、そして綿抜きチャンネル、ドドドド、センキュー。いやみんな、ハッピーハロウィン。わー、わーおー、イエーイ。俺は、ジェイソン・マスクが壊れてから、ドラキュラだよ。わーおー、イエーイ。どうみんな、このクオリティ。ちょっと大きく見えるでしょ。体がね、キュッとしてるのはちょっとね、あの諸事情、ね、キュッとしてる方がね、大きく見えるんだよ。辛くないよ。うん、決して辛くない。おしゃれは我慢って言うからね、昔から。うん、仮装する時くらいはね、ちょっと我慢しようかなっていう。そう、俺はクオリティ重視な男だから。わー、お楽しみまだかな。うん、今日動画あげなきゃハロウィン終わっちゃうよ。昨日あげなかったんだから。お待たせ。あ、こんばんは、わたなしです。わたなし、前言ったじゃん。てか前回の動画で言ったじゃん。なんでまた同じ格好してんの。もう今日に至っては腹渡すら持ってないじゃん。うん、わたなしちゃんとやってきたよ。どこかだよ、見せてみろよ。うん、いいけど驚かないでね。驚けてないんだよ。どうせ大したことないんでしょ。知らないよ。いいよ、じゃあちょっと見せてごらん。分かった。うわー、なんだそれ。脳みそが出ちゃった人だよ。うわー、気持ち悪い。おら、ねえ、後ろ姿も見て。やべ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 、後ろのがやばい、後ろのがやばい。ひどすぎる。わたなし、なんでそんな格好で来たの。ねえ、だって腹わたが出てる人じゃダメだったから、今度脳みそ出てる人の仮装しただけだよ。見て、もっと気持ち悪すぎるよ。そんなことやってるから動画の更新が遅れるんだよ。うるさい。わたぬきさんが前回わたなしなんてって言ったからだ、こうなるんだよ。言ったけどさ、そんなん出してくるなんて思わないじゃんね。脳みそなんか出してくるなんて。まあね。あ、ダメダメダメ、その画面に背を向けるタイプ、ダメ。それやばいやばい、脳みそが近すぎる。え、なんで。いいじゃん、わたなし頑張って作ったんだよ、脳みそ。いやもう本当に、もう自分、俺なんか具悪くなってきちゃった。あ、待って、もう一個プレゼントがあるの。もういいよ。ね、これなんだけどさ。何その気持ち悪いの。もうやだ本当に。何それ何持ってきたの。人間の心臓だよ、犬。いやもう嫌だよ、もう嫌だよ、もうね、見て。ね、見て、おたなしが作ったの。人間の心臓の犬。みんな犬。ね、犬。おたなしの心臓いる。いらない。ね、見て、ほら。ね、いる。いらない。そっか。うん、せっかく張り切ってきたのに、これだからハロウィンは嫌だ。みんなでしょ、なんかちょっとぐらい可愛らしいコスプレとか知ってるんでしょ。そういうのじゃないんだよ、ハロウィンは。コスプレじゃないんだよ、ハロウィンは。仮装をしなきゃダメなんだよ。ね、わかってる、みんな。浮かれてるんじゃないよ。脳みそが出るくらいの仮装しなきゃダメだよ。心臓作ったのに。これ中の人の心臓元に戻さなきゃね。じゃあそんな感じで今回もお疲れ様でした。バイヒーン。
おっかなかった。みんな、くれぐれも張り切りすぎな。仮装は周りを引かしちゃうから気をつけように。そんな感じで俺はすると苦しいから終わりにしたいと思います。では皆さん、良いハロウィンをお楽しみください。ついで悪いよ。あら、ね、ちなみにだけど、この心臓はペットボトルでできてるんだよ。考えたね。頑張った。ボトルなし頑張った。ちなみに脳みそはいつも通りグルーガンを使いました。そんな感じでバイヒン。みんなどうもありがとう。次の動画もよろしくね。おとなし寝ちゃった。はい、チャンネル登録の方はこちらのデーモンクックからお願いします。ツイッターもやっています。概要欄からご確認ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。起きてるってば。じゃあねー。おやすみー。